こんにちは、ダイナシキツネです。今日はアリストテレス私学を台無し解説していくよ。私学の深みにどっぷりはまろうとすると、アリストテレスの魂についても、ニコマコス倫理学も、政治学も、刑事上学も付き合わせて読まなければお話にならないから、今回はちょっと違う角度から向き合ってみよう。三幕構成論って知ってるかな？現代の物語創作論の元締め的な地位にあるものだよ。実は三幕構成論の源流にあるのがアリストテレスの私学なんだ。その前に、アリストテレスとは誰かって話。アリストテレスは紀元前384年に生まれた古代ギリシャを代表する哲学者だよ。ギリシャ北部のスタゲイラ出身で、17歳の時アテナイの学園アカデメイアに入学する。そこでプラトンに師事し、20年ほどの学級生活を送ったようだ。その後、あのアレクサンドロス大王の家庭教師となったり、学園ユケイオンを創設したりして後世に多大なる影響を与える。アリストテレスの業績は一旦西欧では忘れられるけれど、東欧とイスラム教圏には引き継がれ、12世紀頃から西欧においてもスコラ学を通じて復権、万学の祖としての地位を揺るぎないものとした。ちなみにアリストテレス自身は古代ギリシャ演劇の一番華やかな時代を経験していない。そのためか、私学は上演としての演劇論ではなく、戯曲についての創作論となっている。プラトンとは違い、演劇が人に与える悪影響についてさほど心配していなかったのは、この辺の事情が関係しているのかもしれないね。さて、本題の私学について。私学の功績は創作方法論探求の端緒を開いたことだ。人類の歴史上初めて、良い作品を作るのには何が必要かを論じたんだね。これが現代においてシドフィールドの三幕構成論として再構成される。ではまず三幕構成論をざっくり解説しよう。物語とは行為の連鎖のことである。作中の行為は因果関係を持って相互に結びついていなければならない。物語を3幕に分けて構想する。3つの幕の分量比率はおおむね1対2対1である。第1幕では物語の設定が描かれる。第1幕の終わりにはファーストターニングポイントがあり、主人公が後戻りできないような状況の変化が描かれる。第2幕では対立・衝突が描かれる。主人公は課題に直面し、困難を乗り越えて目的を達成しようとする。第2幕の中間にはミッドポイントと呼ばれる転機がある。これは作品全体の中間地点でもあり、物語の展開を引き締める役割を持つ。そのため主人公はここでより過酷な状況に置かれるのが一般的だ。第2幕の終わりにはセカンドターニングポイントがある。このポイントをもって第3幕へと展開するが、逆に言えば物語の最大の困難を解決する一歩手前の状況、すなわち最大の危機的状況を意味する。この危機を演出するため、ミッドポイントからセカンドターニングポイントの間には物語の勢いを生む様々な工夫がなければならない。第3幕では物語の解決が描かれる。第3幕の中心にはクライマックスが存在し、これを解消することで物語は解決される。主人公の目的が達成されるかされないかも明らかになる。第3幕のラスト、すなわち物語のエンディングでは、主人公の成長、変化の意義が問われる。主人公が初めにどのような人物で、何をなし、どのような人物となって終わるのか、
それを問うのが物語である。以上、より詳しいことはウィキペディアに書いてあるから、気になってしょうがないという君は聖杯探しのつもりで立てこもろう。でも迷路みたいだから気をつけてね。ここに書いてあることにとらわれて想像力が制限されてしまったと感じた人は、いっそ私学と向き合った方がいい。なぜなら私学こそが三幕構成論の基礎であって、逆に言うと私学に書かれていないことは個々の創作指南書の独自説に過ぎないからだ。あえてこんなことを言うのは、狐自身がいろんな作家さんの創作指導をしてきた経験上、三幕構成論との向き合い方に悩む人が多いことを知っているからだよ。まさにこれが私学の罪とも言えるだろう。私学は定義づけにこだわる。私作とは何か、悲劇とは何か、良い作品とは何か。しかし、それらが事前に定義されてしまうと、あとは自分の創作をどう合わせていくのかという問題に直面せざるを得ない。そうじゃないんだ。狐たちはむしろ自由に創作するために私学の議論を活用すべきなんだね。狐たちが創作において踏まえるべきはごく一部のみなんだ。それ以外の私用抹殺はある種の成功例に過ぎない。参考にするもしないも自由と捉えれば、作家に残るのは武器だけだ。ここからはアリストテレス私学の中から、現代の創作論においても中核となりうる議論をえりすぐって紹介するよ。一つ目は行為の模倣説だ。アリストテレスは創作の本質を模倣であると言っている。なぜ模倣が大事かというと、それが人間にとって学びの一環だからだ。我々は模倣を通じて真理に近づくんだね。そして物語を作る際、模倣の対象となるのは行為である。登場人物の行為と関係なく、ダラダラとしたダンラダンラとした描写が流れる退屈な作品を見たことはないだろうか。それは無駄なんだということをアリストテレスは論じている。意味を持つのはひとえに行為の模倣なんだね。二つ目はカタルシスだ。物語というものにすでに馴染みのある狐たちは、カタルシス？ああ、あれのことね、となんとなく理解してしまっているよね。物語がクライマックスを迎え、解決を迎え、その物語を通してでなければ得られなかったであろう独特の感覚を抱くとき、それをカタルシスと呼ぶ。あなたが作家なら、あなただけのカタルシスを目指して物語を書き進めよう。アリストテレスが良い物語に求めるのはそういうことだよ。三つ目は物語の完結性だ。簡単な話、始まりも終わりもないものは物語だと認識できない。だからここで言う完結性は、まず始まりがあり、中間があり、終わりがあるという3段階のプロセスを必然的に有している。組み立ての優れた物語はどこから始まっても良いものではないし、どこで終わっても良いものでもない。また物語はある部分を抜き去ると全体が動揺してしまうように組み立てられなければならない。ある出来事が起これば必然的に他の出来事も起こるようにすべきである。現代の三幕構成論が必然性を強調しがちなのはこの議論に由来しているよ。一方で20世紀に勃興したアンチロマン、アンチテアトルなどの流れは、このアリストテレス的な良い物語観への大々的な反対運動だった。明確な意図の下で三幕構成の枠組みを批判することは可能だということだね。4つ目は逆転と認知に関する考察だ。逆転とは物語の成り行きが予想に反した方向へと急転すること。認知とはそれまで認識されていなかった事柄が明らかになること。
ソポクレス・オイディプス王においてはコリントスからの使者がオイディプス王に福音をもたらそうとして逆に破滅の知らせを届けてしまうという事件があった。アリストテレスはこうしたダイナミズムを高く評価する。三幕構成論におけるターニングポイントやミッドポイントの考え方は突き詰めれば逆転と認知の問題でしかない。狐が思うに必然性さえあればその発生のタイミングは任意の場所で構わない。タイミングに応じた効果が得られるはずだからね。また逆転と認知を繰り返せば繰り返すほど物語のサスペンスは増しテンポは速くなる。シドフィールドが三幕構成論をまとめた20世紀と比べると現代は時代の流れが加速しており物語のテンポも断然速くなっている。例えばスティーブン・モファットとマーク・ゲイティスが脚本を手掛けたドラマシャーロックは三幕構成論の鋳型には収まらない展開の速さと豊かさを備えているよ。5つ目は人物造形の一貫性だ。アリストテレスは悲劇なら優れた人物を描いてほしいとか女性は勇敢じゃない方が好みだとか適当なことを言っているけれど現在にも通じる議論としてはそこに人間としてのリアリティを求めることその性格に一貫性を求めることだ。面白いことに一貫性のない性格の持ち主ならば一貫性のないことが一貫していなければならないと述べているよ。確かに人物造形が一貫しておりそこにリアリティがなければ行為と出来事の必然性は想定できない。人物造形が大事だという一般論はこうした洞察に基づくものなんだね。さてそろそろ話を切り上げよう。アリストテレスは自分の理論に確固とした断固とした論証を与える。論証というのは反証の呼び水となるものでその批判検討の応酬こそが人類の精神史を成している。もし君がアリストテレスの私学や三幕構成論を偏狂だと感じるのであればぜひ批判してあげてほしい。その先に豊穣な創作の可能性が待ち構えていることをアリストテレスだって期待しているはずさ。というわけで今日はアリストテレス私学を台無し解説してみたよ。ちゃんと台無しになったかな。それでは今日のところはごきげんよう。次回もお楽しみに。